寄宿者は、企業や学校などが設置する労働者または、学生、生徒、児童などが居住のための施設。企業における寄宿舎は、労働者の居住のために設けられる。例えば、スイスの初期の宝石企業であるハルト会社は、宝石工場に隣接して、農場や教会、寄宿舎学校を設置している。学校における寄宿舎は、 学校との通学距離が長い、交通が不便という地理的な理由の他に、重度または重複障害を持っている場合などで、毎日の通学が困難な場合に、生徒、児童のために学校に付属して設置されることがある。また、欧米を中心にボーリングスクールと呼ばれる学校がある。産業革命初期の企業では、多数の児童を雇用していたため、 先日のスイスの宝石企業であるハルト会社でも、宝石工場に隣接して寄宿舎を設け、学校と教会を併設し、教師として専属の牧師を置いていた。かつて宝石工場、製紙工場に助行寄宿舎が付属していた。これは、助行の福利構成のためではなく、助行には前借りがあるから逃亡しないようにしたということと、早朝から就業させたということからであった。 過酷な待遇が助行愛子などで問題となり、また風紀上看は叱らざることもあり、政府は昭和2年4月6日、内務省令第26号工場付属寄宿舎規則を発布したが、これには罰則がなかったため、実行は乏しかった。こうした歴史を受け、1947年施行の労働基準法では、使用者が 労働者に提供するその事業に付属する寄宿舎については、その大重症及び事業付属寄宿舎規定、建設業付属寄宿舎規定によって規制している。建築基準法、消防法施行令、固定資産評価基準、減価償却資産の対応年数等に関する省令などで、建築物の種類として、共同住宅、下宿などと並列して、寄宿舎という種類が示されている。 これらの法規の実務運用において何をもって寄宿舎と定義するのか共同住宅と寄宿舎の違いは何かといった点について明確に示されていないため行政部署の担当者の主観によるところも大きい社会通念的な認識として実質的に多くの行政担当者が想定している定義は括弧に独立の玄関がありそれぞれの独立空間に厨房 便所などの生活設備がある形式を共同住宅とする玄関、厨房、便所などは原則的に共用で寝室だけが各入居者用に用意されている形式を寄宿者とするものである。この定義に従って法解釈される限りにおいてグループホームは寄宿者ということになる。建築、消防法規上の書類で実際にそのように分類している市町村も多い。 2012年現在、福島県土木部建築指導課が出している、小建て住宅を活用する、グループホーム等の建築基準法上の取り扱いで2階建て以下で、延べ面積が200平方メートル未満のグループホーム等については、基本的に一般住宅として扱うとしているのが、唯一の例外。ただし、この定義はいかなる法規に明記されているものでもないことに注意すべきである。 ありがとうございます。